SMBC モビット。株式会社、SMBC モビット、SMBC モーボット CO e、LTD は、日本の銀行系消費者金融会社である。社名のモビットは、モバイル、マネーの元、データ単位のビット、という情報化社会日、なだごくを合わせた造語である。2000年5月17日に、三和銀行、UFJ 銀行を経て、現、 三菱 UFJ 銀行が中心になり、同行と、その融資系列であった消費者金融専業のプロミス、現、SMBC コンシューマーファイナンスと審判のアラス、現、アプラスフィナンシャルとの共同出資で設立し、同年9月18日に営業を開始した企業である。都市銀行、メガバンクが設立に関与した、消費者、金融、一時期パーソナルローンと称していた会社としては、 ら銀行系のらローンパートナー、後のアットローンに次ぐものであった。アプラスの資本撤退、UFJ グループ離脱を経て、2004年7月14日に、プロミスの株式を三井住友銀行が電撃的に取得して、同行の持ち分法的要還元会社、現在は三井住友フィナンシャルグループの監視会社となったため、モビットは三菱 UFJ フィナンシャルグループ、 MUFG に属するものの三井、住友フィナンシャルグループ、SMFG が間接的に出資する実質合弁出資という状況となった間接所有分を含めると、MUFG と SMFG は50%ずつの所有割合だった。なお、その繁栄として、三菱東京 UFJ 銀行に併設されていた無人契約機、すぐもびの看板には、 三菱東京 UFJ 銀行系とし折れていた。またその塗装も MUFG のコーポレートカラーである赤色と灰色で塗装されている。テレビコマーシャルでも三菱東京 UFJ 銀行系と宣伝していた。同業他社として SMFG では前日のアットローンが2000年より MUFG では UFJ よりのモビットとは別に旧三菱東京フィナンシャルグループ参加の銀行と 系列ノンバンクの出資による DC キャッシュワン、東京三菱キャッシュワンが2002年により個人向け無担保ローン事業を貸金業者として行ってきた。これらは当初より利息制限法の範囲内での貸付利率であったが収益低迷により DC キャッシュワンは系列のアコムに吸収合併されて同社のキャッシュワンとなりアットローンについても2011年にプロミスへ 九州合併された。2012年9月27日に MUFG 及び SMBC コンシューマーファイナンスの双方から株式会社モビットにおける合弁解消についてのニュースリリースを発表した。2013年度中に会社分割を行い、モビットの中核事業である個人向け無担保ローン事業は SMBC が引き継ぎ口述の保証業務を 九州分割した後のモビットの全株式を SMBC 側が保有することにり、モビットの企業自体を承継する地方銀行が無担保ローンを融資する際に代理審査する保証業務は MUFG が継承する。MUFG はその事業の受け皿としてアコムと合弁で新会社を設立するとした。最終的に2014年3月1日付で、 保証業務を MUFG とアコムが新たに設立した MU 信用保証株式会社に承継た。同時に分割後のモビットの株式を MUFG が SMBC に譲渡し、これで明日ともにモビットは SMBC 参加となった。なお、2012年11月以降無人契約期に表示されていた三菱東京 UFJ 銀行系の電光看板が順次、 モビットカードローンに変更されている。2013年1月4日より、三井住友銀行 ATM で借り入れと返済が可能となった。2017年12月1日、SMFG のグループ会社としての位置づけを明確化することを目的に、社名を株式会社モビットから株式会社 SMBC モビットへ変更した。 ロゴも SMBC に準じたものに変更された。公式ウェブサイト上で申し込むと30分程度で審査が完了する。また、すぐ、モビという無人契約機を都市部の私鉄駅構内、繁華街などに多数設置している。かつては、三菱東京 UFJ 銀行、旧 UFJ 店中心の ATM コーナーにも多数併設されていた。審査が早いのは、 開業当初、プロミス申し込み者の人物パターン、信用リスクなどの蓄積データを活用したスワディングシステムによるとされる。このスコアリングシステムはプロミスが開発し、消費者金融会のスタンダードシステムで、欧米の会社からも大きな評価を得ている。モビットはプロミス保有のスコアリングシステムを共有している。審査はネットから申し込み電話により、 オペレーターに高騰する形でもカードの申し込みが可能である。開業時より長らく、桃井香里と竹中直人が CM 出演していたが、2011年10月からは桃井に代わってカナが出演している。初期は江戸時代の格好で CM に出演していた。大まかな CM の内容は以下の通り。次の銀行では、モビットが審査。 信用保証を自宅するカードローンを2001年より順次提供している。いわゆる銀行系消費者金融会社による銀行の消費者ローン商品の保証業務は最先発である。東方銀行が提供していた東方モビット等モビット名称が付く商品は基本的な商品設計が共通で申し込み受付についてもモビットに業務委託する形となっている。広告 UFJ モビットを除くでは、内山里奈が共通のひな型による潜在で、統一的にキャラクターを務めているほか、銀行側で独自のチラシ等が用意されている場合もある。なおこれらの保証業務は、前述した会社分割により、2014年3月以降は、新設された MU 信用保証に引き継がれている。なお、モビットとは直接関係なくなったためか商品名を、 変更している銀行や新規取扱い終了した銀行が多い。統一宣伝キャラクターも内山里奈から野木坂46に交代している。旧三和銀行、東海銀行と経営、業務上のつながりがあった地方銀行、第二地方銀行を中心に扱っている。基本的に各銀行の営業エリア在住であれば既存の取引がなくとも申し込み、契約は可能である。 2017年現在、山口銀行、千葉銀行、東方銀行、企業銀行、105銀行、114銀行、武蔵野銀行、北洋銀行、滋賀銀行、77銀行、三菱 UFJ 銀行、秋田銀行、栃木銀行、池田泉州銀行、第4銀行、阿波銀行、山陰合同銀行、18銀行、北九州銀行、佐賀銀行、 静岡銀行、もみじ銀行、筑豊銀行、鹿児島銀行、福井銀行と個人向け無担保ローンの信用保証事業を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。